全然カメラなんか見れない。ラボ全然こっちがダメだ。ブラボー。いやでも頑張った。いやすごいよかった。やろうとすごいよかった。俊敏な、これ練習が必要だと思う。顔向かないと。じゃあ次は次相手系を用意してください。新葉茂人のミュージックダイアリー。皆様こんにちは、新葉茂人です。こんにちは、吉田幸男です。はい、本日は4月の18日、新葉茂人ミュージックダイアリー第14回目の動画でございます。はい、4月も半ばを過ぎましたけれども、うん、だんだんね、皆さん、あの社会人の皆様ですとか学生の皆様も新生活が始まって、うん、ちょっとずつね、こうなんか自分のリズムができ始めてきた時期なんじゃないかなと。そうですよね、思います、うん、で僕らもあの大学の頃は、うん、あの4月の多分2週目3週目ぐらいから、あのなんかあのね、大学のシラバスって確かにね、授業要項なんかを見ながらどれにしようかなって言ってね、この授業をちゃんとね履修しようかどうしようかって、うん、迷いながら学校内をね、うろうろしてた思い出がやってましたね。ありますけどもね、はい、その我々の、まあ、後輩も、うん、多分今頃は大学の方でね、そういう風に授業を選びに、いやこれ結構大事ですからね。そう、ね、この、まあ、4年間ね、これから、うん、あのいろいろとこう、まあ、組み立て、生活の組み立てをしていく上でもね、その単位をどれを取ったりですとか、あとはまあ、まあ、音大だったらね、うん、練習だったりとかレッスンとかね、はいはい、そういう時間組も結構大事になってくると思うので、ね、本当ですよね、はい、もうこれから皆様、まあ、すごくね、前途に溢れたね、うん、こう学生生活を送られることだと思いますのでね、はいはい、もうすごく楽しみにこの春を迎えていただけたらいいなと思います、ね、大体こうやって先輩とかね、うん、こう先輩とかにどの授業がいいんですかとか知ってる先輩いたらね、そうね、まず聞くのが一番ですよね。そう、大体この先生いいよとかね、あの、それよく聞いた。そうそう、あとはこの先生単位取りやすいよって今でもそういうのあんのかな。絶対あるはず。そっか、うん、この先生厳しいよとかね。そう、厳しい先生はね、うん、結構聞いてたかもしれない。そうなんですよ、それどうしようかなって、なんか魅力的だけどどうしようかなってね、取りたい授業とその、あの取れる単位のね、はい、バランスとかそういうのもあって、皆さん多分悩まれてることだと思うんですけど、そうですね、ね、あの、うん、ぜひいい大学生活を送ってほしいなと思うわけなんですけどもね、うん、そうで、まあ、これから、うん、この演奏活動をね、志していく方々がいっぱいいると思うんですけどもね、はい、まあ、演奏家って普段どういう風にその本番を迎えてるかとか、あ、はいはい、あとはまあそれぞれの練習方法とかね、うん、そういうのもあったりすると思うんですけども、今日はねちょっとそのあたりを、まあ、お互いに、はいはい、まあ、裏の部分なのでね、あんまりお話したことないんですけど、 そうですよね、そこをねちょっと聞いていこうかなと。まあ、ぜひその演奏家の方々も、あ、こんな考え方もあるんだとか、あ、僕も一緒だとかね、そういうのもあるかもしれないので、ぜひあの参考にしていただいたりしなかったりとしなくてもいいんですよ、ね、あ、こんな考え方もあるんだったら僕も大丈夫だとかね、はい、そういうのもあると思うんですけども、はい、そのあたり聞いていこうと思います。はい、で、幸男君はやっぱりピアニストということで、はい、まあ、うん、歌とは当然、ね、練習方法、ね、うん、練習時間も違ってくると思うんですけども、うん、まあ、本番前だったりだとか、うん、まあ、じゃあ本番前日を聞こうかな。本番前日にこれは必ずやるよっていうルーティンみたいなのあったりします？あります、あります。これはね、本番前日はだいたいその曲を少しゆっくりめに丁寧にさらう。あ、そうなんだ。うん、だいたい本番少し前になっていくと、だんだんテンポでバーって練習したりしてて、はいはいはい、そのイメージは出来上がってきて、まあ、指とねイメージも一致してきて、うん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 、それでそうするとね、だんだんね少しずつ雑になってきちゃうから、あ、 それでもう一度最後にちょっと少し丁寧に一音一音タッチを確認しながらっていうのが多いですね。うん、逆に僕イメージは本番通りに前日はやったりするのかなっていうふうに思ったから、うん、あ、そう、本番前日はゆっくり、少しゆっくりめに、ね、そうそう、少し丁寧にやる感じで、ちょっと頭の中を整理しつつっていう感じですね。なるほど、まあ、でも確かに理にかなってるかなとは思います、ね、っていうのは本番ってどうしてもなんかテンション上がりすぎちゃうこと多いから、あ、まあ、これ自分の場合ね、分かる、上がりすぎちゃうからちょっと一回ここでクールダウンさせておいてちょっと落ち着いてもう一度見直そうかなっていう感じ。なんか結構それって、うん、人間的にあるあるみたいなんですけど、うんうん、指揮者の方とかもね、はいはい、その心拍数に、うん、こうしてね
こう普段思ってるのよりもこう高揚してると速くなったりとか、そうそうそう絶対ある、そういうのがあるから多分緊張ってね、うん、あの伝わりやすいんだよね、そういうところにね、はいはい、やっぱピアニストも同じことが、いや全く同じですね、うんうん、まあ、しんぼくんは、僕はね、まあ、あの体調を整えるのはもちろんなんですけども、うん、まあ、気持ちを上げて、で絶対これ歌えるとか絶対大丈夫っていうふうに、なるほど、ね、思うために肉食べます。あなるほど、あこの肉があの血となり肉となるから絶対にいい声出るって自分に思い込ませるために、ね、はいはいはい、肉食べます。でもそれもすごいわかる、っていうか、まあ、肉かどうかは別として、やっぱり自分に自信を持たせるじゃないけど言い聞かせるのってすごい大事よね。だから絶対なんかあのメンタルトレーニングじゃないけれども、うん、もちろん練習はするし声も出すんだけども、うん、なんか最後はもう自分のもう精神的に落ち着いてるかどうか、本当にそう、うん、それをね、あの、まあ、本番当日ももちろん集中するんですよ、うん、だけども前の日からこう明日大丈夫明日大丈夫って思うためにも、うん、まあ、あまり思いすぎてもねその晩寝れなくなったりするんですけども、うんうん、でもあのまずはそこで自分に、あこれは絶対血になるから、いや確かにあの高音だって絶対ガツンといけるいける、そう自分はいけるとね、オペラの前とかね、あそうあのコンサートもたくさん歌わなきゃいけない前とか、うん、そういう時にはね特にあのこれ最後まで走り切るためにっていう、ね、なるほどね、心を整えることをまああの、うんうんうん、メインにしているかなっていう感じがしますね。すごいわかる、やっぱ心が最終的にメンタルなんだよね。そう、もう別にある程度もそこから急に上手くなったりも下手くなったりしないんだけども、あとはメンタルをどう整えるかっていうね。そうです、あこれあの多分ね、あの、まあ、共感してくださる方もいっぱいいると思うんですけども、うん、本番って絶対何かしらいいパフォーマンスしようと、うん、あのこうね、いい格好しようとするじゃないですか、うんうん、ね、あの普段、ね、あのやってることよりもさらにちょっと力を増してみようとか、はいはい、こういったらかっこいいんじゃないかってことをやりたくなると思うんですけど、うん、これやるとね大体失敗するんですよ。本当にそう、本当に何度失敗したことかそれね、うん、あの本当にあの正確な動きをずっとこうね、うん、あのトレースするというかね、うん、こう同じことを冷静にできるかってすごく大事なことで、社長くんなんかはこうほらピアノ弾いててさ、うん、ちょっとこうバーンって上げる腕を、うんうんうん、あ本番だからかっこつけてみようと思ったら、この、ね、5センチ10センチ上がったら降りるまで距離が違うじゃないですか。そうなのよ、それだけでもね多分ね、そうなのよ、ついついカメラがね回ってたりするとちょっと大げさにやろうかなとか言って思うと失敗すんのよ。わかるわかる、だからねその歌もさ、こう口を開けるときに、あこれもっとグワッて開けた方がいいとこに響くんじゃないかと思ってハッてやるとついね、バーって喉で頑張っちゃったりとか、ね、なるほどね、そうもうだから冷静にそのやっぱりメンタル面をね、いや本当にそう整えて、まあ、もちろんやってるようにね、こう皆さんには見てもらった時には、うん、こう派手に見えるようにとかいい音が出てるっていうのを、うんうん、まあ、大前提なんですけども、うん、その上でいつも通りをどれだけできるか、そうね、そのためのメンタルを整える、いやすごい大事よ本当にそれは思うね、まあ、多分スポーツ選手でもね、うん、みんな一緒だと思うんですけどもね、逆に皆さんの他の音楽家がどういうことやってるのかっていうのはちょっと知りたいですね。あちょっと聞きたいです ね、どういう風にやってるのかね。あじゃあこれあのもうぜひ見てくださってるね、うん、音楽家の方がいたらコメントに書いていただいたりだとかあとはまたね、あのぜひこう遊びに来て ね、 あそうですね、このチャンネルで喋ってもらったりとか、うん、私ぜひ喋りたいよって人がいたらどしどし立候補制なのこれご応募していただいたら嬉しいなとでもいろんな音楽家の方とこの動画をきっかけでね、うん、繋がったりっていうのも嬉しいですし、あ確かに今まで会ったことない人でも面白いかもね。そう面白いし、うん、でほら今その新入生が入ってきたりとか、うん、新しく演奏家になった方とかもね、うん、いて、これから多分いろいろとその演奏家の幅が広がっていったりだとか、うん、知らない方我々がね、うん、まだその接したことない方もどんどん出ていらっしゃると思うので、そういうところとでつながって、うん、この音楽自体を盛り上げていけたら、ね、うん、それもすごくいいですね、いいなという思いますので、まあ、そういうこともあってね、この YouTube チャンネルを活用して僕らもしますし皆さんもしていただけたら嬉しいなって、ね、はい、うん、そうですね、思いますね。これからねもうやっぱりテンションが上がる、うん、そういう風に新しい音楽生活をね、うん、送っていかれる方々とね、はい、こう楽しんでいけたらいいなという風に思いますので、今日はねちょっと楽しい曲を1曲 はい、ね、お届けしていこうかなと。そうですね、ちょっとね季節感はないんですけど、ね、季節感はないね、うん、でもこう春のね陽気に合わせてこうなんか、うん、元気な一曲がいいかなと思ったので、はい、今日はね一曲フニクリフニクラを
歌ってみようと思います、はい、1番、日本語、そして2番ではイタリア語でね、もともとのカンツォーネのイタリア語でお届けしたいと思いますので、これ皆様ご存知ですね、曲の中で合いの手入ってきます、はい、ね、あ、登ろうとかいうやつ、そうそうそう、そうですね、だからそこのところは僕はあえて歌わずに皆さんの方にこうやって振りますので、あの、まあ、画面の前でね、一緒にそれに合わせて歌っていただけたら、あ、でも電車に乗ってるとかね、そういう方はそこでいきなりナバラーって言ったりするとね、それはちょっとびっくりした、ね、それはあのご迷惑になりますので、場所を考えてね、はい、場所と時間を考えて、一緒に合いの手していただけたらいいかなというふうに思います。よろしくお願いします、はい、では今日は楽しく明るくいってみましょう。ふにくりふにくら、どうぞ。ふにくりふにくらお聞きいただきました。皆さん素晴らしい合いの手ありがとうございます。はい、そして聞こえましたが、社長くんやってたね、歌ってみた、歌ってみたんだけど、ちゃんと声出ないね。違う、歌おうと思ったら痰が絡んできた。歌い手の苦労わかるでしょ。歌い手これ大変だよ、これどうやって痰を収めようかと。そう、本番になると急に来るのよ。来るの ね、これ大変だわ。そう、社長君も頑張ってやってくれたので急に、はい、また今度はあの弾き語りもね、ぜひ弾き語り。ちょっと勝手にやらせないでください。いつかね、機会があればということで、はい、ということでね、今日の動画も、皆さん見ていただいてありがとうございます。また今日はね、最後に公演の告知をさせていただこうと思いますけれども、はい、はい、今度はね、オペラの告知ということで、今度は5月4日に、はい、オペラ蝶々夫人を上演いたします、ね、町田市民フォーラム、ね、はい、いつもお世話になっている町田ですけれども、うん、僕はピンカートン役をね、演じさせていただきます。素晴らしいね、主役じゃないですか。いや、あのね、何回演じてもやっぱり曲はすごくね、かっこよくて大好きな役なんですけれども、うん、どうしてもね、あの物語上嫌われ者なので、うん、いや悪い男ですよ。それはね、もうしょうがない。でも逆にいいピンカートンを演じられれば、演じられたほど、うん、こう嫌われるね、まあ、存在になるのかなっていうところもあるので、ね、そこはちょっといたしかゆしなところもあるんですけれども、公演の情報詳細ですけれども、5月4日の13時の開演でございます。ちょっと時間早いですが、はい、13時から開演
で全席自由席の3000円でございます。オペラが3000円ってすごいね。そう、安いですよ、うん、そしてねこれ町田イタリア歌劇団の記念公演となっておりますし、うん、僕が町田に初めて関わらせていただいたのもあのこの蝶々夫人のね、あ、なるほど、はい、ピンカート役なので再び町田でピンカートを歌わせていただくということがね僕も非常に嬉しく思っておりますので、ぜひ、皆様応援に駆けつけていただけたら嬉しいなと思います。もう一組ね、はい、5月3日に、まず会って、うん、僕は5月4日の方の出演となっておりますのでお間違いないように、もちろんどちらも見ていただいても、ね、嬉しいんですけれども比較するのも面白いですよ ね、はい、ね、全然違います、両方聞き分けていただけるのも嬉しいかなと思います、うん、はい、というわけで、本日の動画は以上になります。皆様いつものお願いでございますが、今日もチャンネル登録、そして、もしこの動画気に入っていただけましたらいいねもいただけたら嬉しいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。